韓国が主張する自衛隊機の威嚇飛行について、韓国国防省は今日証拠となる映像があると明らかにし、日本側を牽制しました。韓国国防省の報道官はこのように述べ、韓国官邸側から撮影した映像があることを明らかにしました。 ただし、現時点で公開するかどうかは決まっていないということです。